こんにちは、イヤースです。このチャンネルはですね、たくさん日本酒を飲んで、日本語と英語でどんどん紹介をしていき、日本人も外国人もいっぱい日本酒を飲みましょうという、そんなチャンネルです。なので今回飲むのは、千金のむちゃむちゃ可愛いうさぎさんマーク、うさぎ年だからね。これ最初ね、これなんか、これ目か。このピンクのやつ、このピンクのうさぎの目のやつなんですが、ユナイテッドアローズさんとの当選金のコラボで UA うさぎというシリーズで、山田錦を使ったお酒なんですが、これだから非常酒と濁り酒の限定で作られたお酒だそうです。で、これを飲みながら、ステップンがようやくやり続けて6ヶ月経ったので、その結果を話していきたいと思います。ちなみに原酒回収はもうほぼほぼ不可能なぐらいまでいってます。ベースとなっている GST という仮想通貨の価値が下落しまくりなので、なのでとりあえず乾杯です。まずは香りから。むっちゃカルピスとかソーダとか、あと洋梨とかそっち系の香りだよね。すごいいい香りがする。で、味の方が、だから希少種か。でも その割に後味がいいんだよな。まずすごい滑らか、まろやかでとろみがあって洋梨の味がするし、舌の上でちょっとチリチリするんだけど、最後ねシュッと消えてすっきり系の味なんだよね。うまいなこれ。うん、美味しい。濁り酒と騎乗酒を混ぜて作るとこんな感じになるんだね。うまっ。おすすめです。ラベルも可愛いしね。で、ステップンというアプリを使ってこの6ヶ月間毎日歩いてます。歩くとこう GST という仮想通貨がたまるんだけど、で、6ヶ月を歩いた結果、現在僕が保有している GST と呼ばれる仮想通貨はですね、1703.56GST までいってます。もうガンガン GST が溜まってるんだよね。ただこれを現状日本円に換算するとたった3219円にしかならないんですよ。これ GST の価値が下がってるんで。で、さらに良くないことに、こう毎日歩いてるからこう得られる仮想通貨はね、11月よりも12月の方が多いんだけど、その GST の価値が11月の価値と12月の価値を比べると12月の価値の方が下がっているんで、日本円に換算すると12月の方がさらに低いと。で、原資回収、このウェブステップを始めるにあたってスニーカーの絵のNFT を買ってそれを装着して歩かないと稼げないんだけど、その NFT を買うのに大体日本円で9000円使って買ったんですよ。でもね、3219円しか分子の、ね、仮想通貨しか持ってないんで、6ヶ月毎日歩いてるのに原資回収までは残りまだまだ5781円もあるっていう。ちなみに別にNFT を持ってステップをやってるから毎日好きなだけ歩けるってわけではなくて、その靴のレベルとか種類によって歩ける距離が決まってるから、だいたい1日5分とか10分ぐらいしか歩けないんだけど、ただそれでも6ヶ月毎日歩いてたら総歩行距離っていうのかな、203キロという形で延々と歩いております。全然原資回収できないけどね。とりあえずこれが俗に言う、Move to Earn、Play to Earn、Web3 の、ね、BCG と呼ばれるブロックチェーンゲームってやつなんですが、なんだろう、毎日歩けてよかったって、なんかそれぐらいだよね。だから特におすすめしないです。で、逆におすすめするのは、もうこの千金のね、UA、うさぎちゃんもめちゃめちゃ可愛いレベルボトルだし、この日本酒めちゃめちゃ美味しいのでぜひぜひ飲んでみてください。で、おすすめの日本酒があったら教えてほしいですし、お願いなのでちょっとチャンネル登録をしてもらえたらすごく嬉しいです。そんな感じかな。じゃあね、バイバイ。